エレミアの預言。主の言葉が私に臨んだ。言ってエルサレムの人々に呼びかけ、耳を傾けさせよ。主はこう言われる。私はあなたの若い時の真心、花嫁の時の愛、種まかれぬ地、荒れ野での従順を思い起こす。イスラエルは主に捧げられたもの、収穫の初穂であった。それを食べる者は皆罰せられ、災いを被った、と主は言われる。私は、お前たちを実り豊かな地に導き、味の良い果物を食べさせた。ところが、お前たちは私の土地に入ると、そこを怪我し、私が与えた土地を忌まわしいものに変えた。祭司たちも尋ねなかった。主はどこにおられるのかと。律法を教える人たちは私を理解せず、指導者たちは私に背き、預言者たちはバールによって預言し、助けにならぬ者の後を追った。天よ、驚け、このことを、大いに震えおののけ、と主は言われる。まことに、我が民は二つの悪を行った。生ける水の源である私を捨てて、無用の水溜めを掘った。水を溜めることのできない壊れた水溜めを。神の御言葉。主である父は称えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時、弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか？と言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、
持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イサヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちは、あなた方が見ているものを見た方が、見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きた方が、聞けなかったのである。主の御言葉。キリストに賛美。